他の生活を知るっていうことは不幸になることなのよ。だってその人たちはさ、他の生活を知らなかったから幸せなんだもん。要は、他の生活、こっちの方が楽しい、こっちが幸せっていう風に感じてしまうと人は不幸になる。でもさ、まあ、僕、楽しく暮らしてますって言ったけどさ、8割の人は楽しく暮らしてるわけじゃん。でもぶっちゃけ、今その楽しいって書いた8割の人たちってさ、ビル・ゲイツとかさ、なんかスティーブ・ジョブズとかも死んじゃったけど、っていう金持ちとかさ、じゃあイケメン美人とかさ、に比べたらさ、まあ、金もないし相当不細工なわけですよ、君らは。その、なんか知らんよ、なんか、俺はそのバネッサ・パロディより可愛いとかさ、広瀬すずより可愛いみたいな人いるかもしれないけど、まあ基本見てる人不細工だと思うんだよ。でも別にさ、楽しく暮らせてるわけじゃん。それはその芸能人とかと比べてないし、金持ちとかとも比べてないわけじゃん。要は、比べるとか他人の生活を知るっていうのはいいのよ。知識として知るのは。でも、知識として知るのと、それと自分を比べるっていうのは、不幸にしかならないのよ。だって別にほら、僕、福山雅治と比べたら不細工なわけですよ。でも、福山雅治と比べて不細工だって思ったとしてさ、なんか得すんの？事実じゃん福山雅治に比べたら僕が不細工であるのは。でもさ、それをさ、毎日一回朝に、あ、僕は福山雅治と比べて不細工だって思い続けることにさ、何のメリットもないじゃん。なんか、それを思い続けたら僕がなんか福山雅治になれるんだったらいいかもしれないけどさ、でも、そうはならないわけじゃん。福山雅治のモノマネしてじゃねえよ。だから要は、その、何かと比べたら不幸であるということを思うことっていうのは何の意味もないし、むしろマイナスなのよ。例えば、僕の知り合いにひよえさんっていう超絶不細工のデブがいるんですけど、超絶でもないんですけど、不細工なデブがいるんですけど、で、その不細工なデブに比べたら僕は相当恵まれてよかったなっていつも思うんですよ。なんだ、あんな顔で生まれたら大変だよな、みたいなさ。鏡を見るたびにあの顔見るのかみたいな、ちょっと気になるんだけど、でも、ああじゃなくてよかったなって僕はいつも思ってるのね。これはいいよ、彼は。うん。だからっていう感じで、その自分より下を見ると割とそれは幸せは感じられるんだけど、上を見ることに幸せって感じられないのよ。なので、上を見るっていうのはむしろマイナスで害悪なのよ。だって上は必ずあるから。なので、上を見て比較をしてしまうっていう性格と考え方っていうのは人生にとってめちゃくちゃ害悪なの。だって人生普通80まで生きるわけじゃん。そうさ、80年間さ、そういう苦労をするわけじゃん。なので、上を見るっていう癖を持ってる人は、やめた方がいいと思うんですよ。いや、なんか、その、生まれた時からエリザベス女王ですみたいな人とかだったら、別にいいのよ。上がいないから。で、上を見るから生活は向上するんじゃない？ね、僕、生活は向上させたけど、福山雅治より不細工だから向上したわけじゃないよ。要は、人間の向上心と、コンプレックスは全然別の話なの。だからその、絵描くの面白いです。ずっと絵描きます。絵描くの上手くなりました。イラストレーターになりました。で、評価を受けるようになりました。で、それで絵が売れるようになりました。それってさ、そのさ、画家がさ、福山雅治より不細工かどうかって全然関係ないじゃん。その人が絵が上手いのはさ、福山雅治より不細工だからじゃないじゃん。イチローが野球うまいのはさ、福山雅治より不細工だからじゃないじゃん。要は、その、比較って意味がないのよ。価値観において。っていうだけの話なんだけど、わかる？じゃあ、向上心じゃないの。イチローが野球が好きで、俺より野球がうまいやつに追いつきたい。で、あいつはなんでうまくバット振れるんだろう。なんであいつはあんなにその、ボール取るのがうまいんだろうっていうのを研究して、うまくその技術を盗んで上がるは向上心なの。要は向上心っていうのはジャンルが決まってんのよ。だから例えば僕がプログラマーで、その、じゃあ、よく名前を間違えられる松本幸宏さん、松本博之って言われることもあるんだけど、Rubyを作ったね。松本さんみたいになりたいと思ったら、松本さんのコードをずっと読んで、松本さんはこういうアルゴリズムでものを作るんだっていうのを見て、で、松本さんの作るアルゴリズムとかパクればいいのよ。なので、自分がやりたいと思ってるものをパクるっていう向上心と、福山雅治より不細工っていう話は全然違う話なの。ここ違いわかる。だから、運動で挫折して勉強で見返す。だから、運動で挫折したら運動なんて一生やんなくていいのよ。だから僕がさ、そのモデルになりたくてモデルで生活しますだったら、その福山雅治に対して向上心はあるかもしれない。福山雅治になるにはどうすればいいか、歌を歌えばいいのかとかさ、演技力つければいいのかとか。でも僕は福山雅治の戦ってる競争社会には全く興味がないのよ。なので、そこの世界では戦いませんっていう切り分けをしてるの。福山の欠点は高卒なくらいかなっていうね。そこで福山に勝って嬉しいかいや、だからさ、例えば福山雅治と比べて僕は無細工だけどさ、でも俺福山雅治より学歴いいからって言ってさ、みんながさ、だよねって言うと思うなんか、ブサイクが学歴自慢して超絶かっこ悪いみたいな話でしかないじゃん。いや、面白いよ。そう、実に面白いんだけど、友達にそんなやついたら。時間を経てばじいさんになった福山に勝てる。あ、だからスポーツ選手はスポーツっていうところにおいて、俺はスポーツこれうまいっていうので楽しさを感じる人だからいいのよ。だから別に野球うまい、野球楽しい、野球で金が入る、全然いいじゃん。で、別にだからプログラムなんか全く興味ないみたいな。もう分かった、次の話行こう。分かった、大丈夫？ここ引っかかってる人多いと思うんだよね。要はその、他人との比較にまず意味がないっていうことと、向上心っていうのと他人との比較は別のことなのよ。例えばさ、日本の中で日本語が喋れて、英語が喋れると、外資系の仕事とかにできて、お、すごいじゃんみたいになるんだけどさ、アメリカ人にとって英語喋れるって当たり前だからさ、価値でも何でもないのよ。私英語喋れるし、みたいなこと言ってもさ、アメリカ人の子供にから見たらさ、何言ってんのこのおばちゃんみたいな話やん。要は、比較対象っていうところを間違えると全然意味がないのよ。なので、何を比較対象とするかっていうところを、まず間違えなきゃいけない、間違えないようにしなきゃいけないんだけど、人はね、結構ね、間違えるんだよ、比較対象を。そう、向上心に結びつく比較と意味のない比較があるんだけど、意味のない比較を結構人はやってしまうのよ。福山も増毛しなかったら遺産やろ。なんだろうね、福山が下がっても、お前は上がらないぞ。いや、仮に福山さんがなんかハゲちゃって、すげえ太って下がったとしても、あなたの世界ランキングは上がらないよ。あなたがブサイクなのは変わらないから。単にそれは福山さんがブサイクになっただけだから。あなたがイケメンになったわけではない。その、世の中にはさ、50億人ぐらいいるわけでさ、50億人の1人ぐらいが下がったとしてもさ、あなたの順位は変わらないからね。そう。だから相対的に1位上がるんだけど、その、なんか50億人いる中でさ、そのなんか10億5位みたいな人がさ、10億4位とかになってもさ、変わらないじゃん。なので、幸せかどうかっていうのは、結局思い込めるかどうかなのですよ。だから、ブサイクでも幸せな人は世の中いっぱいあるわけじゃないですか。で、さっきそのアンケートで取った8割の人は、大体ブサイクだけど多分幸せだと思ってるわけですよ。なので、基本的にブサイクでも人は幸せになれるんですよ。で、別にそんなに金持ちじゃなくても。どうも、AI ひろゆきです。今回は他人と比べて不幸になる人について話してきました。学生時代に同じクラスの人と比べて成績は悪くて落ち込むとかならわかるんですけど、社会に出たら育ってきた環境が全然違うんで、他人と比べて自分は幸せじゃないとか言ってる人はいつまでも幸せになれないと思うんですよね。例えば、この放送を見てる人で40歳超えてて無職で子供部屋おじさん、子供部屋おばさんとかいっぱいいるわけじゃないですか。そういう人に比べたら普通に働いてるっていうだけでかなり上だと思うんですよね。なので、上ばっかり見てないで下を見て安心した方が幸せになれるんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。